さん、トラウマパックやめろ。キャンペーントラウマパック、これは面白いな。コープモードのなんか延長戦だ。オッケー、待って、ここにいんねんな、プレイヤーくんよ。これほら、ドックタグあるんですよ。やったぜー。はい、どうも、ザンダルクです。というわけで、今回は、こちらの、コールオブデューティー、ウォーゾーン 2.0 に付属している、同じく無料モードの EMZ モードですね。はい、こちら実況プレイやっていきたいと思います。はい、こちらですね、もう前々から、もう耳にタコができるぐらいね、言ってきましたが、通称ね、ハルコフモードとなっておりまして、まあ、キルすることが正義ではなく、はたまた、最後の一人でドンカツってのもね、ちょっとね、違うモードとなっておりまして、いわゆる収集して、死なずに脱出するってのが、こちらのモードの正義となっております。まあ、好みはちょっと分かれるところ、ジャンルとしては分かれるところなんですが、非常にこう脳汁あふれるモードで、まあ、死んだら武器含めて漁ってたものを全部ロストするんですよ。まあ、保険かけてなかったらね。だから死んだ時の喪失感がバトロアの比じゃない。で、もちろんキルした時も敵がね、ちょっと美味しいレア物資とか持ってたら、バトロアの優勝よりも何倍も幸福感で、もう敵からしたらもうね、もうイライラしてるんですよ。うわぁ、俺のレア物資取られたっていう。で、どんな気持ちいいっていうのが、こちらも画面上でオンライン上で伝わるっていうね、めちゃくちゃ笑顔になれるゲームなんですよ。だから元ネタのタルコフは時間泥棒ってぐらいすごい面白いゲームなんですが、まあそちらの、コールオブデューティーバージョンがこちら無料でリリースされたって形となっております。で、すごいね、個人的には注目してたんですけど、実際中身見てみると、クオリティはめっちゃ高いんですよ。タルコフの上手いところをやってるな、みたいな、様子を落とし込んでるなって感じなんですが、ただそのタルコフの醍醐味、スタッシュ整理だとか、そのキャッシュ、いわゆるお金ですよね、っていう概念があんまりなくて、まあ唯一このなんか鍵を保管するぐらい持ち帰って使用回数があって、これもタルコフなんですよ。で、あと、こちら武器ですね、こういう形で持ち帰れるんですが、アタッチメントこう付け替えたりだとかも多分できないっぽいし、もう装備するだけしかできないんですよ。あと破壊、これなんで破壊必要なんだろうなって感じなんだけど、まあ、こんな形でですね、まあ要素としては非常に薄いところになってるんですよ。ただゲーム自体はね、すごい面白い、なんかカジュアルタルコフって感じなんで、なんかそのタルコフが苦手だなって人とかも結構まあなんかのめり込めるんじゃないかなって個人的には思ってるんで、まあ全然ありですね。だからちょっとね、まだベータ中だから、そこら辺がどういう風にいじれるのかって感じになってくると思うんだけど、現状はお金持ち帰ったらこれ、このね、なんかその保証スロットってあるじゃないですか。これなんかまあ自分で好きなだけこれなんかこうアタッチメントつけられるんですよ。好きな武器持っていってみたいな形で。だから最強武器持っていけるんですが、これ仮に死んじゃった場合、まあロストしちゃうわけじゃないですか。で、その時もう一回この武器を作れますよっていう、このなんかオリジナルカスタムクラス銃をもう一回作れる権利っていうのがお金で早く貯まるらしいんですよ。だからあんまりキャッシュ要素なくないみたいな。だから好きな武器買うってよりかは好きな武器選べるようになるためにお金をみんな集めてねって感じだから。まあなんかどっちかって言ったらね、なんかこのミッションですね。これでなんか一応なんか色々と降臨カードとかもらえるんだけど、まあ、これをうまいこと手に入れるために、お金貯めて自分の好きな武器最強装備作ってねっていうのがなんか趣旨っぽいですね。ということで早速ちょっとこちら、タルコフモードこと DMZ、非常にね、クオリティは高いですので、実況プレイやっていこうかなと思います。ということで、これからもですね、コールオブデューティー MW2 だとか DMZ、ウォーゾーンに関する動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、参りましょう。まあ、なんか一応出撃画面こんな感じですね。はい、ということで早速こちら、DMZ タルコフモードをやっていきましょう。まあ、一応こういう形で任務があってね、それでなんか報酬品もらえますよってあるんですけど、まあ、正直僕はあんまり気にせず、今普通にタルコフモードをやってますね。楽しい楽しいっつって回してますね。やっていきまーす。で、よいしょ、開幕そこ敵いるんですよね。ほんとね、スカブというかタルコフじゃないわ、敵 AI がめちゃくちゃ強いんですよ。まあ、タルコフでいうスカブなんですけど、AI がバチンコ強くて、よーし。よいし。で、死んだ敵からこういう形で、武器を漁れます。いらない。で、弾とかもね、アーマーとかも回収できるんで、まあ、全然 AI さんキルしちゃってもいいんですけど、やはりバレてしまうとね、敵が寄ってくるって。おお、ライターとか、ほら見て、コミックブックって形で、100ドルとか、40ドルって形で値段書いてますね。タルコフはね、書いてないんですけど、このゲームは親切設計で、これいくらだよっていうのが記載してくれております。250ドル、いいね。持ち帰ろう。さあ、アーマー発見、歯磨き粉。いや、なんかマジでタルコフだよな、なんか、ラインナップが。ハンドがあるね。で、時計もある。ナイス。カーバッテリー。うわー、これタルコフだったらめちゃくちゃ枠消費するやつだ。これ200ドルない。時計より安いんや。よし。冷蔵庫の中も、おー、ヴィンテージワイン。6500。たけー。いやー、ちょっとなんか目の前からいっぱい敵来そうだから、早めに、これ、バギー乗って逃げますわ。じゃあな、お前ら。まあ、ほんとね、マップこんな形でいっぱいあるんですよ。無限大。で、こっから敵プレイヤーが何人かいるんで、接敵した時気をつけような、みたいな。あれ、プレイヤーか？あれ、プレイヤーじゃね？プレイヤーでしょ、あれ。は。ま、
ていう形ですね。ご視聴ありがとうございました。まあ、これは置いといて。まあ、言ったらこれで全ロストなわけですよね。まあ、これ、あえて負けたところがあって、実は。あ、それって実は、あえて負けたところがあって、はい。あえて負けることによって、先ほどね、紹介した、ほら、これ、保証スロットってここのやつが、ね、なくなってるじゃないですか。つまり、これで、クールダウン中でね、残り118分で新しいの使えますよってなってるんですけど、キャッシュとか貴重品の回収で、回復して、すぐ使えるようになるよってことなんでね。まあ、これで実践編で、じゃあ、実際お金を回収して、直していきましょうっていうのをやっていきます。さあ、まあ、これでね、まあ、心置きなく探索できるってことで、皆さんに早速、まあ、キャッシュのこの、ね、使い道っていうのをお見せしていこうかなと思います。まあ、それはタラコフ勢から見たらね、こんなのなんか、これタラコフなんっていう意見はあるとは思う。が、やはりね、カジュアルで PS で無料でできるってなったら、まあ、そこは結構バリュー、ネーム的には強いんじゃないかなと思います。とりあえず、引き殺していく。は？敵プレイヤーいるくね？あ、まあ、まあ、おーい！ドラボー！いや、ちょっと怖かったなぁ。知らんうちに敵プレイヤーがいるっていう。UAV タワー起動。ガチャ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 。これやったことないんだよね。一応今回のミッションで入ってるっぽいんだけど、起動した。おー、すげえ。なるほどね、こんな形で周りの敵が見えるんだ。あ、パソコンだ。あー、電子部品、ハードディスク。グラボとかあったらね、タルコフだったら最強なんですけど。ん？なんか民間人男性っている。これ助けに行ったら俺なんか金一分もらえんじゃね？勝てー！アーマーヘか。アーマーヘマジで硬いんですよね。ワンマガジン売ってやっとみたいな。で、こっから入れないんだ。ここ開ける。契約が必要？なるほど。これ何？ドレッサー。お、バックパック大、でかい。これめっちゃ持ち帰れんじゃね？うわ、これ絶対生き残ろう。はぁ、あ、人質確保、脱出させろ。オッケー。受信中。で？ドア開ける。はぁ、あ。了解？これ、あさるの後にするか。よし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 。勝て。硬い。一体命リロード。ふぅ。ってことは時間足んなくない？あ、弾がない。弾もないっていうこれ。投げナイフ、そしてラグイ。当たったけど。このラグ、ディオ様、助けて。これ爆薬で、人質死んじゃう。ラグすぎる。間に合え。間に合わない。え？何やお前。怖い。一体命のリロード。爆薬解除間に合わなくね？お、これ死んじゃう？突る？爆薬どこ？上？あ、人質死んだ？あー、人質ー！これはちょっとラグのせいにしていいですか、自分。まあ、けど中のアイテムいっぱいゲットできる。やったね。お金いっぱい。なんか、いるね。あれ、狙撃スカブですか？狙撃スカブか。へぇー、タルコフと一緒じゃん。撃つのやつを思い出そう、俺。狙撃スカブなんて。まあ、言ったら、スナイパーライフル兵が、どっか高台にいるんですよ。いやらしいか配置されてて。おぉ、スナイパーだ。すげぇ。ガチでちょっとやっぱタルコフ意識してるよね。なんか多分この辺敵いるよね。あー、いる。これはちょっと行くのやめて、この中入りますわ。で、めっちゃダメージ入ってる。やべぇ。ちなみに、こちらのマップのここの部分は M13 の新武器を取るところとなっております。また動画で詳しい取り方紹介するんですけど、まあ、結構クソですね。さあ、脱出エリアに来ました。サプライドロップ来てんの？サプライドロップも欲しいなぁ。あー、ま、さっきちょっと脱出するか、ちょっと気になる点いっぱいあるけど、まあ、せっかくいろいろ物資集めたから脱出しますわ。はい、という形で、呼んでいくの、あいつ空浮いてね。なにあれは。あ、コマンドヘリか。あれ、じゃあ、ランチャーとか対空せなあかんのかな。まあ、とりあえず呼んだんで、脱出しましょう。はい。はい、これで無事勝利ですね。まあ、お金は結構貯まったかな。だから、いつの間にかさ、あれだね、契約全部終わってるわ。やったぜ。はい、これで脱出成功となります。で、これで、まあ、お金がね、こうやって決算されるんだけど、はぁ、17分分の時間が減少キャッシュで、はぁ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 。なるほど。めちゃくちゃ経験値も入ってます。はぁ、あ。経験値効率はいいね。で、これ持ち帰りました。あー、バックパック台もこれ持ち帰れてるわ。すげえ。
で、これ置いときたいんだよな、バックパック台は。で、74分。まあ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 、そこそこ、リセットされたって感じでしょうか。で、これを終わらせると、次、こっちに移動して、こっちのミッションができるって形ですから、まあ、とりあえずシーズン1はね、まあ、こちらの3つのミッションで遊んでねって感じでしょうかね。さあ、じゃあちょっとね、尺もあれなので、突撃ムーブというか、敵をちょっとキルしようかなと、プレイヤーキル。まだ1回もやってなかったから、まあ、プレイヤーキルもそうだし、あと、ここになんかまあ、物資があるっぽいから、ここもちょっと取りに行くか。敵の武器庫を見つけて侵入せよ。はぁ、あ。オッケー。やってやろうじゃないか。チャラン。ほう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 。ガンロッカーを探せやって。いいねぇ。めっちゃおるめっちゃおるめっちゃおる。やべぇ。あれは勝てん、ソロでは。これは隠密作戦でしょ。無理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 。ふぅ。あーまあへ、硬すぎー。お前は柔らかい。ほう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 、解錠しましたよと。あーなんだお前、そのトラウマパックやめろ。キャンペーントラウマパック、あいつ強すぎるっぴ。これは面白いな。コープモードのなんか延長戦だ。一旦水だけ隠れるか。ジャパニーズ水遁、はい、バレずに。オッケー、所詮 AI。 中入っちゃうか、たったと。いや、だからさあ、お前ら、ボススカムみたいな形で湧き上がってよ。危ねえ。うん、一旦命のリロード。待って、ここにいんねんな、プレイヤーくんよ。で、これプレイヤーですね。まあ、こういうお宝とか持ってるんですけど、あれなんかさ、いってえ、マジで。ふざけんな、お前。なんかさ、ドッグタグ持ってた気がするんよね。これプレイヤーだよね。あった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 。見えた。これほら、ドッグタグあるんですよ。やったぜー。キルコンファーンドってことで。まあこれもあれですよね。タルコフでありますね。敵のタグ拾って、みたいな。売るのもよし、収集物にするのもよし、ミッションのタスクにするのもよし、みたいなね。足音半端ないって。よし。また、あと一人いる、もしや。もう体力ないねん。ジャガーの兵がいた。これちょっともう無理だよね。ジャガーの兵はさすがにソロでは勝てん。はぁ、他プレイヤーに来られた。おい、お前ら死ね、絶対。ジャガーの兵に殺されろ。ははははは。ちょっと。これやっぱね、ソロでは無理です。ジャガーの兵ソロで勝てません。なんか、魚振られてるし。やっぱね、パーティー必須な気がしますね。まあ、けど、まあ、ああいう形でね、ドッグタグ集めてとかもできるんだけど、ただちょっとスタッシュがないからね、俺こんだけギルスだぜ、とか。で、これでイベント来てほしいよね。例えば、キルタグ、そのネームプレートを何個集めたら、バリアント交換できますよ、とか。まあ、逆にお金でもいいですよ。このゲーム内のコインをこんだけ集めたら、バリアントね、これ交換できますよ、みたいな。そういうイベント来てくれたらね、めちゃくちゃ面白いなと思いますので、まあ、とりあえずはもうベータですから。はい、こっから、スタッシュ整理だとか、お金の使い道だとか、いろいろとこう幅が広がってきて面白くなるかもしれませんので、まあ、ぜひぜひ皆さんこちらのタルコフモード遊んでみてください。いや、後半面白かったね、やっぱり。まあ、やってこう一プレイヤーと戦ってなんかこうタグ取ってね、性を感じる、敵のね武士漁って性を感じるってのができたから、まあ本当あとは調整次第といったところでしょうか。まあ、個人的には神ゲーではないんだけど行ゲーって感じですかね。はい、無料なんで期待の新作ってことで、ぜひぜひ皆さんプレイしてみてください。はい、ということでこれからもですね、ちょっとコールオブデューティー MW2 に関するところの情報ねガンガンと上げていきますので、もしよろしければ通知が届くにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。